1987年中国。この年、中国にある小さな村で村人全員が突如失踪する事件が起きました。失踪した人数はなんと1000人以上。家畜やペットまでもが一晩で消えてしまったこの事件は存在までもが消され、残っているのは廃墟となった名前もわからない村の跡だけでした。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、始まりました海外、はい、ミステリーファイルというところで、今回ですね、まあ世界の事件たくさんね、いろんなの扱ってるんですけど、はい、アジア最大と言われる中国の失踪事件、うん、イェ・リーマオ事件をお届けしようというところなんですが、はいはい、まあ、ちょっとねなかなか聞き慣れないと思うんで、事件の詳細の方を見ていきましょう、丸ごと消えた村。1987年、中国のほぼ中央に位置する陝西省に小さな一つの村がありました。北部には砂漠が広がる一方で、南部には緑豊かな地域があり、その村はとりわけ目立つ特徴もなく、同じ陝西省に点在する他の村と何ら変わりないありふれた場所でした。そんな小さな村で、たった一晩にしてその村の1000人を超える住民全員が姿を消してしまうという大規模な失踪事件が発生しました。しかも消えたのは村人だけではなく、家畜や飼われていた犬や猫までもが跡形もなく消えていたのです。村には大人数が移動したような形跡は一切残っておらず、家屋には食事や日用品が残されたままだったそうです。これを受け警察は村全体の捜索を開始しましたが、村人たちの行方につながるような手がかりは一切なく、しかも誰一人として行方が分かっていないため、事件当日の経緯もほとんど分かっていません。何かの事件に巻き込まれたのか、集団による自発的な大移動だったのか、さまざまな説が考えられましたが、この村の周囲ではよく UFO の目撃情報もあったことから、エイリアンによる誘拐という説までもがささやかれるようになっていきました。めちゃくちゃすごい人数消えてるじゃないですか、うん、1000人やもんね。これすごいよね。いやもうなんか規模が違いすぎるから、うん、本当にさっき言ってたみたいなエイリアンによる誘拐説みたいな、うん、ちょっと荒唐無稽な説が、うん、濃厚な気してきましたけど ね、 ですよね、うん、で今回事件のポイント、なんで村人は消えたのかと、うん、で数少ない情報からこの事件さまざまな憶測が立てられていると、うん、だから皆さんも一緒に、ね、考察しながらご覧いただけたらと思います、はい、でさっきも紹介したようにこの事件に関して、ね、いろんな憶測あるんですが、うん、その中で最も有力な説、中国の軍隊による仕業だと言われているんですよね、うん、ではその理由を見ていきましょう。極秘軍事作戦。事件当時、陝西省の西に隣接する甘粛省蘭州には、蘭州軍区と呼ばれる中国人民解放軍、いわゆる中国の軍事基地がありました。失踪事件が起きる前、ここでは極秘裏に大規模な核実験に関わる作戦の準備が行われていたらしく、実際に軍隊がやってきて村人を連れて行ってしまったという村の周辺に住んでいた人からの証言もあるそうです。そんな中で起きたのが1000人以上もの謎の集団失踪です。そして軍事基地が近くにあるという状況から考えられたのは、もしかしたら村人たちは軍事機密作戦のために強制移住させられたのではないかという説でした。実際に軍事作戦には名前が付けられていました。その作戦名はイェ・リーマオ作戦。そのためこの失踪事件はイェ・リーマオ事件と呼ばれるようになっていったのでした。あの1個思ったのが、強制的にねあっちの方行ってくださいっていう風な移住させられたんであれば、うんうん、情報絶対出てくるはずなんですよ、はい、でも村人がもう消えたって言われてるわけじゃないですか。そうですね、存在すら消されるなんか理由があるはずなんですよね。そうですよね、うん、気になる。これ移動させられたのはですね、国が用意した隔離された新しい土地で、うん、まあ、だからその情報がほとんど出回っていない理由としてですね、うん、軍によるこれは口止めのせいじゃないかとされているってところだそうです。もしかしたらなんかいろいろな情報も改ざんされて、うん、別の人にさせられている可能性もあるってことか、うん、でちなみに作戦名となっているこれイェ・リーマオとはですね、中国語で夜を表すイエという言葉と、うん、タヌキ猫と書いてこれリーマオって言うんですけど、うんうん、が組み合わせられた言葉、まあ多分造語なんですけど、ね、まあ、造語でしょうね。でこれタヌキ猫とは山猫のことを意味するそうなんですよね、まあ、独特の言葉つけられた、まあ、そうですね。
でこの頃の中国の軍事情報、未だに不明な点が多いとされておりまして、うん、このイエリーマオ作戦についても詳しい情報っていうのはね、なかなか分からなかったっていうところだそうですね、うん、まあ、内容が内容なだけにね、核実験でしょ、うん、だからまあね、こう村ごと移動させないと、まあ危ないっちゃね、危ないですよね、うん、そうですよね。でこの軍事作戦の話、あくまで憶測の域出ないんですけど、うん、事件の真相についてもっと深く考察するために別の関連事件についてもちょっとお話したいと思います、はい、実は村人全員がいなくなるという事件は昔にも起きていたんです、うん、類似事件。1000人もの村人を強制的に移住させる理由とは何なのか。実は過去にも中国で一つの村の住民が全員いなくなるという事件が起きていました。時代は清代の庚寵年間と呼ばれる1875年から1908年まで遡ります。この時代の福建省には広辺村という村があり、村の人口はおよそ1000人ほど。そしてこの村でも村人全員が一晩のうちに突然失踪する事件が発生していたのです。この事件もイエ・リーマオ事件と同じく村人全員が失踪する理由、そして原因すらも全く分かりませんでした。この事件の真相として考えられたのは、付近で大きな自然災害が発生し、被害を避けるために移住したのではないかというものでしたが、当時の記録を調べると、そのような災害が発生したという形跡は全く残されていませんでした。となるとこの事件にも国政に関わるような巨大な力が働き、国家権力によって強制移住をさせられたという可能性が考えられたのでした。すごいね、うん、同じような前例あったんですね。あったようですね。で、まあ、こういう珍しい出来事を、まあ、誰かしらが記録しているものですし ね、大規模な強制移住ってなればどこかにその記録が残っているはずなんですけど、うん、まあ、そうした記録がないっていうところを見ると、うん、清国が秘密裏に村人を強制移住させた、うん、もしくは最悪の場合殺害したとしかね、うん、ちょっとこれ考えられないっていうところになりますよね。なんかね、うん、一個思ったのが、そのもし殺したとしたらですよ、はい、うん、遺体処理ってものすごい大変じゃないですか。そうですよね。で結婚すら残さずに1000人もの人を殺害できるかねっていう、爆弾ボーンじゃない限り、うん、リアリティはないよ ね、 あとね。そうそうそう。あとこの事件に関してこう核は関係なさそうじゃないですか。あ、そうですね、これに関してはね、これに関しては、うん、だからちょっと理由が分かんないですよね。そうなんですよね、うん、でこの2つの類似事件から見えてきた強制移住させる目的、うん、それは中国の歴史を紐解いていくとその目的が推測できる、うん、それは中国ならではのものでした。強制移住の目的。このよく似ているイエ・リーマオ事件と広辺村の集団失踪事件にはどちらにも共通しているポイントがありました。それは古代中国から伝わる大気には流れがあるという考え方、風水。日本で風水と聞くと家具の配置などを変えることによって気の流れを整え自力で開運するというイメージがあると思いますが、それは一部のみ取り入れられアレンジされたもの。中国での風水というのはもっと大規模で、地形そして天体との位置関係までもが重要となり、さらに天体は時間とともに変化するため風水は本来流動的なものとされているのです。そして天体の運行も考慮しながら事件が発生した時点での2つの村の風水を分析すると共通点が分かりました。それは2つの村がどちらも流脈と呼ばれる最高の気の流れを呼び込む門の位置にあったのです。この門と呼ばれる場所に人間や動物がいると気の流れが乱れてしまうそうで、もしかしたら国家権力者がこの流脈の気を使って中国全土を支配しようと考えた結果、2つの村に住む村人たちを強制移住させたのではないかということが考えられるのです。中国ですね、こう風水とかね、そうですね、もう方角とかこういろんなん考えて土地でね運気みたいな、はい、考えるのでね、あのほんまにこう国家機密での作戦だとしたらですよ、うん、こうまあ情報が漏れずに、そうなんですよ、ね、行われたっていうのもまあ分かるな、うんうん、出てこないように国でね必死にやったんだったらっていうところで、うん、そうね。で以上がこの事件に関する、まあ、最も有力とされる推測ですね、はい、まあ、失踪原因の可能性なんですが、はい、ここまで話しておいてあれなんですけども、うん、そもそも本当にこの事件が実在していたんだろうかって疑問を掲げるものも実は少なくないそうなんですよ、うん、そもそもを否定してるんですね、はい、あったことなのみたいな、はあ、
というのも実はこの事件の存在が中国で認知されたのが事件発生の1987年当時ではなくてですね、うん、意外にも最近の2010年だっていうところ、いやそこそこ最近ですよ。そうですよね、うんうん、でこれなんで2010年にやってこれが認知されたかと申しますと、うんうん、2010年の10月です。あるネットユーザーが奇妙な事件が秦嶺山脈の麓で起こったとネット上にこの事件の内容を投稿したそうなんですね、うん、でそうなるとたちまち中国の SNS などを通して拡散されて、うん、メディア的にも大々的に取り上げられてなんか大騒ぎになったっていうところだそうです。ってことはですよ、はい、日本でいうところのさ、うん、これあの2ちゃん5ちゃん的な、はい、なんかそのね、みんながこう投稿するような掲示板でこんな事件あったんだけどみたいな、はい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 、都市伝説的なこう知られ方したんですね。まさにその通りなんですよ、ね、だからこれ当事者の村人が全員行方不明のためですね、うん、この事件の存在に、まあ、根拠はないって言えば根拠はないんです。なるほど。だからいわゆるネットユーザーが広めたデマ、うん、作り話だった可能性が高いともされている。あー面白いね、ね、うん、作ったお話っていうところね、口先女とかと同じレベルで そんな感じで広まった、ね、でこのネットでの大騒ぎに、うん、まあ、警察や事件の起きた村の近隣の自治体も、うん、そんな事実はないっていうことで否定しているっていうところだそうなんですよ、ね、そうなんですよ、はあ、だからこの事件が実在していないのではと考えられた根拠の方をちょっとまとめました、うんうん、まずその1です。限られた情報の根拠という部分です。で、数少ない情報の事件の情報ですね、周辺に住んでいた人物による目撃証言のみとされております、うん、で、この目撃者には上記のサイトに投稿した投稿者自身も含まれていたんですけども、うん、これ投稿者の IP ですね、これを調べるとその周辺の地には住んでいないことが分かったと、うん、だつまり事件を知るはずのない人間による投稿の可能性が高いと、はい、で他の目撃者とされるものに関してもですね、はい、何者なのか、うん、どの記事にもはっきりとそれは書かれていなかったというところだそうですね。で2つ目です、はい、村の名前の謎です、はい、でこの失踪した村の名をですね、まあ、おそらくこの昭山村だとする記事もあるんですけど、うんうん、どの村が消滅したのかわからない、はい、つまり村の名前すらわからないと書いているものもあるそうなんですよ、うん、これ大昔の事件ならともかくですね、普通1980年代まで存在した村なら、うん、調べれば村の名前程度なら大体わかるはずなんですけどねっていうところですね。面白いですよね、これね、杉沢村とかと同じじゃないですか。そうですね、そういう観点で見てみると日本のリンクありますね。いやその日本でもさ、はい、閉ざされた村、消された村、ね、消された村みたいなあるじゃない。ありますあります。ワクワクするよね我々ね。一番なんかこうね、都市伝説系でワクワクするワードだよね。そうなんですよ。でもですよ、はいはい、人口の大きい広大な中国だとしたら、うん、調べきれてない村とかもあるんじゃないのと思ったりするのよ。なるほど。いくら国でも、うん、今やったらもうね、うん、ドローンとかで調べ尽くせるじゃない。上から見てね、そうあれできるけどねっていう思いました。確かにね、うん、おっしゃる通りです、うん、人知れず中国の村が減少していることもあると思うんです、うん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 、でこれというのがある調べにおいてですね、はい、2000年には国内に法人化された村が中国約360万あったそうなんですけど、うん、2010年でこれが270万まで減少した、うん、だから1日あたり平均250の村が消滅している。めちゃくちゃ消えてるじゃない。考えてみたらね。ね。消えてると。消えとるな。で2017年にはこれ240万の数の村にまで減少したって言われてるんですよ、うん、だからよって人口10億を超える中国において、うん、何の情報もなく村レベルの人数の失踪があってもおかしくないっていう意見も当然のように存在するっていうところだそうです。なるほど、うん、で3つ目です、はい、廃墟の画像の存在というところです、うん、この失踪事件の特色としてですね、いまだに住民が消え去った状態の村が廃墟として残ってるっていうエピソードが語られているんですよ。で、その廃墟と化した村の画像っていうのも出回ってるそうなんですね。なんですけど、これらの画像がいわゆるイメージ画像ですね。実際の村じゃない可能性が非常に高いと。で、全て同一の場所で捉えたものとは思えないという指摘がありまして、写真についての具体的な情報、これも全くといいほどないそうなんですよ。で、こちらで以下実際の村とされてる写真見ていきましょう。はいはいはい。なるほどね。まあまあ誰がね、
誰がどの時代に撮ったんやっていうね、そうだよ感じではありますけども、まあ言われてみたらそうですけど、なんかイメージ写真な気しますよね、そうだよね、イメージ画像な。なんとなくね、どこかの村を撮ってきてもこんな風になるのかなとか。だってさ、統一感なくない？なんか、なんか色味とか村は本来こういう村ってね、なんか同じような並ぶじゃない、統一してるもんだ、ね、そう昔ながらのさ、その村の歴史を感じさせるところがなんかないんですよ、バラバラに感じるところもありますよね、はい、で以上の疑問点考慮するとこの事件の存在そのものが本当に怪しく思えてきてしまう、だけど結局最終的にはデマなのか事実なのかっていうのがわからないままだっていうところだそうですね、がっつりね、はい、中国が情報隠しとる可能性もね捨てきれないじゃない。だからそこもそうなんですよね、だから中国がこの事件をやはり隠蔽している可能性、確かにおっしゃったようにゼロではないんです、はい、隠蔽工作。中国政府は1980年代から1990年代にかけて海外に対抗するために無数の軍事実験を行っていましたが、その結果についてはほとんど知られていません。実際中国には説明がなされていない謎の事件が多く、失踪ではないものの村人が丸ごと消えたと言われる事件は他にも存在していました。特に有名なのは衛星の打ち上げ失敗に伴う大惨事を中国が隠蔽したというものです。1996年2月14日衛星打ち上げロケット長征3号 B の打ち上げが欧米の報道陣を招いて大々的に実施されました。しかし打ち上げ直後、長征3号 B は突然コントロールを失い近隣の市街地に墜落、数百人が死傷するという宇宙開発史上最悪の死亡事故に発展しました。そんな大惨事になったにもかかわらず、中国政府は海外報道メディアを隔離、映像テープも没収し事故を隠そうとしたというのです。で結局隠し撮りをした映像がですね、没収とか招かれた映像によりまして、この事故の全貌世界中に知れ渡ることになったんですけどね。やっとんね、やってますね。闇が深いよこれは。そうなんですよね、絶対隠そうね、隠してるし、あったことをね、なんで隠そうとすんだよね、バレんのに。バレないと思うんじゃないの、わからないけどね。そうですか。で中国この事故で6名が死亡して、57名が負傷したと報じたんですけど、海外メディアによりますと死亡者は数百人規模であったって見られてるところです、ね、めちゃくちゃ少なく見積もってはる。そうです ね少ない数で出してると、でこの長征3号 B の打ち上げ失敗についてですね、アメリカのスミソニアン博物館の専門雑誌2013年に次のように報じております。かつて発射センターに隣接していた村はまるで存在しなかったかのように消滅した。犠牲者の追悼碑はなく、国営の中国報道機関が彼らの運命について言及したことは一度もないっていうところだそうですね。断定は我々しないですけど、はい、マジで隠蔽してたとしたらこれ超やばいよね。そうだね、消せるっていうか隠せるっていうことも、ね、すごいよね、まあ、また冒頭でも少しだけ触れました、エイリアンによる誘拐ですね、いわゆるアブダクション説、これもまた事実無根の話ではないんですね。マジかよ。というのは中国今までですね、アメリカをもしのぐほどの宇宙研究を進めているとも言われておりまして、つい先日の10月26日も有人宇宙船神舟17号が打ち上げられたばかりであると、で、あのスティーブン・ホーキング博士も中国にですね、宇宙人と接触しないようにって警告をしていたほど、今中国は世界で最も宇宙人と近い国だともされているんですよ。じゃあもしかしたらさ、はい、こう中国のね、国ごとこう宇宙人ともつながってる可能性ありますよね、上層部ね。そう、こういう話が出るってことはもうそこまで行ってるっていう可能性は僕は結構高いんじゃないかなとちょっと思いますよね。だからそれこそアメリカ、ロシア、中国、この大国と呼ばれてる国たちはもう宇宙人とそれぞれね、つながって、別の契約じゃないけど ね、そうね、何かをしてる可能性はあるよね。はい、まあ、一人のネットユーザーによるただの都市伝説なのか、これがね、それとも隠蔽され続けた事件がようやく明らかになったのか、なるほど、はたまた本当に宇宙人によるアブダクションだったのか、これ結局のところ現在もまだこの真実は解明されていないという着地になります。なるほど。だからね、国が本気出せば村の一つぐらいは、ね、消せるんだよっていうのもあるんだろうけどね、どの説が本当なのか
うん、うん、それとも全くなかったのか、うん、だから本当にもうただ本当にネットのデマみたいのを、うん、みんながああそうなのかって真剣に考えてるだけっていう可能性もあるってことだよね。なんかね、うん、我々都市伝説とかそういったものが好きなものからすると、はい、一人のネットユーザーによるね、うん、この仕掛けたことが、ね、この、うん、世界中の人たちに知れ渡るような都市伝説になってるって考えたら、うん、ちょっとワクワクします、ね、する。またあの国土が広い中国だからこそなんか、うん、よりね説得力もあるもんね、あるのかなと思いますよね、はい、というところで、今回はアジア最大の失踪事件といわれる、うん、イェ・リーマオ事件をお届けしました。以上、海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。1946年アメリカテキサス州テクサーカナという町で若いカップルが何者かに襲われるという凶悪な事件が多発していました。生き延びた人の証言から犯人は目のところに穴が開いた布をかぶった大男ということが判明。そう、まさに犯人は13日の金曜日に出てくるジェイソンのような男だったのです。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、始まりました今夜海外ミステリーというところですけども、はい、うん、今回テキサス史上最大の未解決殺人事件とされます、うん、ムーンライトマーダラー事件についてお届けしようかなと思っております。で13日の金曜日ですって、ちょっと興味そそる単語出てきましたよね、もしかするとその13日の金曜日のモデルになったお話なのか、かもしれないですよね。でこの事件の概要がですね、うん、今から77年前だから1946年です、うん、アメリカテキサス州とアーカンソー州の境に位置するテクサーカナ周辺で、うん、何者かが若いカップルたちを無差別に殺害するという事件が発生したと、うん、でその殺人犯がですね、目のところに穴を開けた白い布袋を頭にかぶった大男というような姿で犯行に及んでいった、うん、ところが大規模な捜査したんですが捜査が難航したと、うん、地域は騒然とした空気に包まれて武装した自警団が徘徊するようになった、うん、さらにですね、犯行日が月の満ち欠けに関係すると思われたことから、うん、メディアが一連の事件をね、ムーンライトマーダラー、うん、月光殺人鬼ですね、うん、の仕業だとセンセーショナルに報道したと、うん、最終的におよそ3ヶ月という短い間に5人が殺害され3人が重傷を負ったにもかかわらず、うん、事件は現在に至るまで未解決だ。うん、まんまそうですね、若いカップルを狙ってね、13日間めちゃめちゃ強いですね。いやそうそうそう、13日間ってジェイソン感って言えよ。あの布をかぶってみたいなやつってそのジェイソンのなんか最初の方、うん、初期だよね、2とか2ですね多分、はいうん、はいはい、あれホッケーマスクってね3とかからなんで、そうそうそう、みんな大体ホッケーマスクでイメージしますけど、そうそう、最初は違ったっていうところです。ワンに至ってはお母さんですからねあれね、怖いの。さすが映画詳しい、まあ、でもジェイソンみたいなね話ですわ、はい、でこの事件、うん、まあ、数々の映画に影響を与えまして、うん、まあ、今話にもあったように、はいはいはい、あの名作ホラー13日の金曜日のジェイソンのモデルになったんじゃないかとも言われていると、うん、なるほど。でここでも本当にノブさんが言ったように当たってた。そうホッケーマスクは三択目で、はい、そうなんです。補足で上げてた情報も先に、そうなんです。2作目でのジェイソン、はい、白い布をかぶってるってことで、ね、あ、これは確かにちょっと気持ち悪いなってちょっとね思い出しますね。なんかね、いやだってね、彼女と歩いててですよ、夜道、これ目の前に来たらマジでやばない。本当にすごいタイムが出るスピードで走れるものすごい逃げれると思う、こんな怖すぎてね。いやそうですよ、ですよね、怖い。ということで今回の事件のポイント、映画のような犯人の犯行である、うん、まるで映画を見ているかのような内容の事件になっております、うん、そこにご注目ください。それでは事件の発端から見ていきましょう、うん、謎の男。1946年2月22日テキサス州とアーカンソン州の州境にあるテクサーカナという町で事件は起きました。この日、ジミー・ホリス25歳とその恋人メアリー・ラレイ19歳の2人は映画を見た後、人里離れた誰もいない場所に車を止めて2人だけの時間を過ごしていました。すると突然、それを邪魔するかのようにコンコンコンと何者かが車の窓ガラスをノックする音がします。ジミーが窓の外を見るとそこには目の部分に穴を開けた白い布袋をかぶった大男が立っていました。
袋男は手にした拳銃を2人に向けると、車から降りろ、殺されたくなかったら言うことを聞けと突如脅してきたのです。もちろん怖くなったジミーとメアリーは言われた通り外に出ると、袋男はジミーにズボンを脱げと命令。慌ててズボンを脱ごうとした瞬間、男は拳銃でジミーを殴りつけたのです。それはジミーが気絶するまで続き、今度はゆっくりとメアリーに向き直り拳銃を向けます。そして彼女に向かってこう言いました。逃げろ。恐怖におののきながらもメアリーは暗闇の中をヒールのまま駆け出しました。殺される、誰か助けて、そう助けを求めながら息が切れるほど走り続けた数分後、なんと後ろから袋男が追いかけてきたのです。袋男はメアリーに追いつくと彼女を押し倒し、拳銃の銃身で凌辱し始めました。耐えられなくなったメアリーは、いっそのこと私を殺してと叫ぶと、袋男はその言葉にうなずき彼女に銃を向けます。引き金が引かれる。まさにその時、運よく他の車が通りかかり、2人はヘッドライトに照らされ、袋男はチッと舌打ちをすると、その場から立ち去っていったのでした。めちゃくちゃ怖いて、ね、これあいい出たダメね、もうドンコンコンで、もうで見えてるわけや、袋かぶったやつがまともなわけないんだから、はい、なわけないね、うん、ね、もうすぐにね、ジミーもブーンで行ったったらねとは思っちゃいますが、怖い。でもよかった、助かった。そうですね、うん、でその後メアリーは警察に通報します、うん、でその間に意識を取り戻したジミーもまた通りかかった運転手を通じて警察に通報した、うん、で一方でジミーはですね、頭蓋骨の陥没の重傷だったんですが命に別状なかったと、はい、でその後通報を受けた警察が30分ほどで現場に到着したんですが、当然袋男の姿はなかった。でもよかった ね両方生きててね、はい、うん、で奇跡的に生き延びた2人は警察に袋男について次のように、情報の方を提供しております、うん、両者ともに袋の影響に加えて夜で視界がはっきりしていなかったから、まあ、顔立ちまでは分かんなかったと、うん、まあ、当たり前ですよねこれはね、うん、でメアリーは肌の色の白いアフリカ系のアメリカ人であることが、まあまあそうなんじゃないかと感じたと主張したと、うん、でジミーはいや30歳くらいの日焼けした白人じゃないかなっていうことを主張したというところだそうですね。まあちょっとだけね、なんか違ったりもしますよね、うん、そうですよね、うん、で一致した証言としては、袋男の身長は約6フィート、うん、これが180センチ以上の大男だったっていうことだけが共通していた。で警察捜査進めるんですけど、うん、袋男についての情報は得られませんでした、うん、そして1ヶ月後にまたしてもこの袋男が姿を現します。最初の殺人。袋男の出現からおよそ1ヶ月後の3月24日朝、リチャード・グルフィン29歳とポリー・アン・ムーア17歳の遺体が町外れの道端に止められている車の中から発見されました。リチャードとポリーが最後に目撃されたのは前日夜の午後10時頃で、リチャードの妹と一緒に食事をしたところまで。その後2人は車で出かけた後行方をくらまし、翌日の朝無残な姿で発見されたのです。遺体を発見した通りすがりの運転手は最初2人が眠っているように見えたそうです。しかし2人はそれぞれが後頭部を一発ずつ撃ち抜かれていて、リチャードは前の座席に、ポリーは後部座席に股を広げた状態で横たわっていました。車の近くには血痕があり、警察は彼らが車の外で殺害され、その後に車内に戻されたと推測。さらにポリーには性的暴行の痕跡があり、この事件は犯人の目撃情報はないものの、明らかに最初に起きた襲撃事件と共通点が多く、同一犯の可能性が高いことが分かったのです。間違いなくね、同じですよね。そうです、犯行のなんか猟奇的なね感じが、うん、だってもうおかしくね、ポリーの遺体をね、うん、こうだって股をねこう広げた状態でわざと置いてある。気持ち悪いよね。異常ですからね、はい、うん、で警察の調査ではですね、今回も犯人につながる証拠が得られなかったと、うん、で犯人の足跡や指紋などほとんどが朝に降った雨で洗い流されていたで、唯一見つかったのが銃口をブランケットに包んだ状態、これ多分ね防音対策じゃないかということなんですけど、で発射された32口径の薬莢だけだった。しかもこの段階では警察はまだ2つの事件を結びつけて捜査することはしなかったっていうことだそうなんでしょうね。まあね、うん、違う可能性もあるからってとこなんですけど、はい、でもなんでいつもこいつね、何も見つからないんですかね、ものがね。そう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 。でここでですね、さらなる事件が発生したことによって警察はその考えを変えざるを得なくなります。
さらなる犯行。2つ目の事件からおよそ20日後になる4月14日の午前1時半ごろ、次なる犠牲者となったのはポール・マーティン17歳のカップル。ポールは音楽イベントに参加していたサックス奏者のベティ・ジョー・ブッカー15歳を車で迎えに来ていました。いい雰囲気になった2人はそのまま姿を消したのですが、それから5時間後の午前6時半ごろ、町外れの道端でポールの無残な遺体が発見されました。ポールは鼻、肋骨、右手、首の後ろを4発も撃たれていました。そして午前11時半ごろ、ポールの遺体からおよそ3キロ離れたところで、今度はベティの変わり果てた遺体が警察によって発見されたのです。彼女の遺体は仰向けに横たわっており、胸に1発、さらに顔にも1発撃たれていました。そしてベティもまた性的暴行を受けた形跡がありました。その後の警察の捜査で、2人の殺害に使用された銃は最初の殺人事件、リチャードとポリーに使用された同じ32口径ということが判明。またマーティンの車は遺体から2キロほど離れた場所で発見されました。車外での犯行であることと同じ銃の存在、これらの共通点からようやくこれまでの事件と同一人物の犯行ではないかとみて捜査が始まることになりました。あるでしょうね、おそらくこの女性も追いかけられて逃げろってね、逃げた後、ま、ね、こうね、もう同一犯でしょう。そうですよね、でこの事件が起きた後、一連の事件も含めて噂は町中に広まります、で犯行動機不明の2ヶ月連続のカップル殺人事件、なんか未遂含めれば3ヶ月連続になるということで、まあ、世間は震えることになったんですよね。ちょっともう早々に本腰入れてほしいですけどね、怖すぎるもんこんなもんね。でこの事件を受けてですね、捜査には地元警察に加えて FBI とテキサスレンジャーも投入されたというところだそうです。テキサスレンジャーなんぞやと、これが警察や保安官、FBI とも異なる、約200年前の民兵組織から発達したアメリカ最古の州管轄の法執行組織である、これがメジャーリーグのチームテキサスレンジャーズはここから命名されたというところだそうです。あ、そうなんですね、はい、でもなんか屈強そうな ね絶対強いでしょうって思うよね。イメージはそうですね、はい、でさらに最初の殺人ですね、このリチャードとポリーの時にかけられていた懸賞金500ドルは1700ドルに釣り上げられました、これ現在の日本円で約25万円であると、で一方メディアではですね、この一連の事件を犯行日が月の満ち欠けに関係すると思われたことから、月光殺人鬼、ムーンライトマーダーの仕業だと大々的な報道をこの辺で始めたと。またね、立て続けに殺人を犯しながらも確たる証拠を残さず捕まらない犯人を、ファントムキラー、これ幽霊殺人鬼とも言われたというところだそうです。でこうした過熱した報道合戦を尻目に、そのムーンライトマーダーは再びその手を血で染めていきます。突然の銃声。5月3日午後9時前、バージル・スタークス37歳と妻ケイティ・スタークス36歳はテクサーカナにある農場を兼ねる自宅で過ごしていました。バージルは腰が悪く、背中に電気パッドを当てながら椅子に座り新聞を読んでいて、ケイティは庭にいました。すると突如2発の銃弾が窓を貫き、バージルの後頭部に命中したのです。ガラスが割れる音を聞いてケイティがバージルの元に向かうと、血を流したバージルが立ち上がって椅子に座り込み絶命する瞬間を目撃してしまいました。ケイティは驚きながらも警察に通報するために電話まで走ります。そして急いで電話をかけようとした瞬間、殺人鬼がさらに2発の銃弾を発砲。銃弾は2発とも彼女の顔面を貫通しました。即死と思われたケイティでしたが、瀕死の状態ですぐに立ち上がり玄関から脱出、そのまま隣人の家に駆け込んで助けを求めることに成功しました。そしてバージルが死んだとだけ伝えると、彼女は意識を失ってしまったのです。隣人はそのまま自前のライフルを空に向けて発砲して威嚇をし、地域の隣人を呼び寄せました。その後ケイティはすぐに病院に運ばれ、無事に息を吹き返したのでした。僕ね、はい、若いカップルを狙って反抗してたのかと思ったら、はい、普通にね、もう40手前のそうです、ね、結婚されてるね、ご夫婦狙ってるじゃないですか。だからなんかこう目的が何なんやろうなと思って、その若い、ジェイソンやったらね、こう若いカップルを狙ってみたいなね、そうそうそう、とか、ね、これ思ったのが、ケイティ顔面2発いかれてるでしょ。これはすごいね、よう生きてたなと思って。でこのケイティを襲った銃弾の一発はですね、右頬から左耳の後ろに抜けておりまして、なるほど、
でもう一発は口に当たって、うん、複数の歯を打ち抜いたんですが、うん、まあ、それによって威力が弱まって奇跡的に助かったと。はあ、すげえな。奇跡ですね。ないですよね、こんなのね、うん、だから脳行ってなかったから。そうだね、うん、大丈夫だったんでしょう。でもこれずれてたらね、助からないですよ、こんなもんね、奇跡ですよ、はい、というかね、これね、これまで何かね、こう殺害されている、はい、この事件とちょっと犯行違うよね、やっぱり、ね、そうなんですよね、うん、これまでの事件とはちょっと流れというか、うん、なんか展開が違うように見えると、うん、で、この事件の捜査によりますと、使用された銃はこれまでとは異なる22口径のライフルだった、うん、で、今まではこれ32口径の拳銃だったんですね、うん、また自動車との関係も、まあ、今回はないと、うん、で、月の状況もこの日は月がほとんど見えない状態である新月であった、うん、だからこれらの情報からですね、この夫妻襲撃は一連の犯人とは別人なんじゃないかって説が、まあ、今に至るまで囁かれてはいると。模倣犯っぽいな、なんかね、なんかしてね。で、同じ町で3ヶ月連続発生したこの凶悪な事件によりまして、人々は事件の真相よりも次に襲われるのは自分なんじゃないかという恐怖でですね、町全体が異様な雰囲気に包まれていったのでした。犯人の最後、同じ町での正体不明の連続殺人鬼にバージル夫妻襲撃の翌日、早速地元の人たちは銃と弾薬、鍵や防犯アイテムなどを買い占め、自衛のためにどんな時でも銃を携帯するようになっていました。襲撃の2日後には一連の事件を指揮するテキサスレンジャー隊員マヌエル・ゴンザウラスが人々に、銃に油を注ぎ弾が入っているか確認しろ、使用する必要があると感じたらためらうなと声明を発表。町には夜間の外出禁止令も出され、警察も自らの若年の身内を使っておとり捜査を行うなどしました。ところがこの頃には懸賞金の金額も1万ドルを超え、懸賞金欲しさの虚偽の証言などが続出し、捜査は混乱。捜査の過程でおよそ400人もの容疑者が逮捕されましたが、どれも真犯人ではありませんでした。そして町中が事件により混沌としている最中、テキサカーナ北部の線路上で長身の男の歴史体が発見されたのでした。え、最後に見つかった男の死体が犯人、うん、じゃ、ね、ないかと噂をされたと。ほうほうほう。で、この長身のその遺体についてですね、うん、まあ、自責の念に駆られて犯人自殺したんじゃないかっていう憶測がされた。で、発見された遺体、身長180センチを超える男で、生存者たちが目撃した袋男の特徴によく似ていたんですが、まあ、検視の結果ですね、列車に轢かれる前にすでに何者かに刺し殺されていたということで、まあ、この憶測はなしになったと。まあ、彼も一連の事件の被害者なんじゃっていう説も立てられたそうですね。なんかね、うん、本当の犯人が、はい、その自分に似た背格好のやつを、うん、こうね、なんかね、やってね、うん、なんかそんな気もで煙巻いてるかありますよね、うん、気もするな。その後ですね、うん、事件は起こらずに町の人々の恐怖は薄れ始めまして、うん、夏が終わる頃には騒動自体が鎮静していったっていうところだそうですね。結局あれですか、警察は何の進展もないままなんですかね、うん、あのですね、うん、当時全く捜査は進んでいなかったんですが、うん、実は現在では最も有力な容疑者と言われている男がいるんです。事件の真犯人、現在この一連の事件の真犯人はUL スウィーニーという当時24歳の男だったのではないかと言われています。この男は軽犯罪常習犯で、当時自動車泥棒やさまざまな偽造などの犯罪を行っていました。そして最初の殺人が起きた日に現場近くで自動車を盗んでいたという記録が残っていることに目をつけた警察は、同様に軽犯罪者だったスウィーニーの妻ペギーを問い詰めることに。するとペギーから驚く内容の言葉が発せられました。なんとスイーニーがファントムキラーであり、ブッカーとマーティンを殺害した、そう証言したのです。この証言をもとにスイーニーは間もなく逮捕。誰もがこの男を真犯人だとし、事件の解決は時間の問題だと考えていました。しかし妻ペギーは夫が殺人者であるというおぼつかないながらも十分に正確な自白をしていたにもかかわらず、後に証言を撤回。最終的にペギーは信頼できない証人とみなされ、警察はスイーニーを殺人罪で起訴することができずに、捜査は打ち切りになってしまったのでした。スイーニーはですね、うん、自動車盗難やその他の犯罪の常習犯として、まあ、人生の大半刑務所で過ごしたんですが、うん、このテクサーカナ殺人事件では全く起訴されずに1994年に死亡しているということだそうですね。これペギー何したかったんでしょうね。
なんかそんな風に思いますよね。で当時のこの事件の捜査官の一人を叔父に持つですね、歴史家のジェームズ・プレスリー博士は、2014年に出版した事件の本の中でもスウィーニーが真犯人説を唱えているということらしいですね。でもなんかちょっと小物感ありますよね。そうですね、スウィーニーね、はい、なんか殺人ね、その軽犯罪をやってね、物、はいはいね、くすねたりとか、うん、自動車パクってみたいなぐらいのなんか小物感なんで、殺人できるかって言ったらなんか ね、ちょっと ね怪しいですけどね。で当時の捜査陣の間でのですね、非公式な説として、まあ、金銭目的ではないまあ、セックスマニア、性的欲望による殺人の犯行というものだったと。でまたテクサーカナの心理学者であるアンソニー・ラパラ博士もですね、当時明らかに強い性欲とサディズムによって動機づけられていたと考えまして、おそらく同一人物が5件の殺人すべてを犯しただろうと予想しまして、このような犯罪を犯す人物は知的で賢く抜け目がないため逮捕されないことが多いと述べたそうです。でね、以下のように続けたそうです。殺人犯は警察を恐れてはいなかったが、道で人を攻撃することがより困難になることを認識していたために標的を農家に移しただろう、そして殺人犯は普通の生活を送っている可能性があるということだそうですね。これね、普通に生活してるわけでしょ。そうです、こんな猟奇的殺人、ね、犯が、ね、で犯人めっちゃ頭いいじゃないですか。そうだね、知能犯、これは怖いです。怖いですね。血の歯が潜伏してるって考えたら。そしてですね、まあ、事件77年の時が経った今もなお未解決であると。で、この事件のその後なんですが、1976年にはですね、アーカンソン州出身の映画監督によりまして、一連の事件が映画化された。で、白い布袋をかぶった犯人が大きく映る宣伝ポスターには、1946年この男が5人を殺した、今日でも彼はテクサーカナの通りに潜んでいると意味深に書かれておりて、当時ねちょっと物議を醸したというところだそうです。で映画界ではこの事件の影響は大きいとされておりまして、13日の金曜日のような正体不明の殺人鬼が、まあ、若者を次々と殺していくっていうスラッシャー映画っていうジャンルにインスピレーションを与えた事件だそうですね。いや、 やっぱりね、はい、なんか映画でこうジェイソンとかいろいろね、そういうスプラッター系のなんか悪い方の主役いるじゃないですか。はいはい、いますね、いっぱい。なんかやっぱりこの猟奇的殺人の犯人たちをモチーフにしてるってことが多いのかもしれないですね。やっぱね、事件としてあすごい気持ち悪いなと、じゃあこれはじゃあいわゆる映画の作品とかそういう怖さにグッと絞ったものでも人々に注目浴びるんじゃないかみたいなさ、なんかそんな風だね。なんかでも本当に捕まらないじゃないですか。こういう犯人ってなぜか、ね、頭いいからうまく隠れてんのかね。何気ない顔でだからね、隣にいる人がもしかしたらとか思うと怖いです。めちゃめちゃ怖いですよね。はい、ということで今回はテキサス史上最大の未解決事件とされますムーンライトマーダラー事件をお届けしました。以上、海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。1999年アメリカ、犯罪のゴミ捨て場といわれる場所で一人の黒人男性の遺体が発見されました。実はこの男性3日前から行方不明となっていたのですが、遺体は時空を飛び越えたかのようにひどく腐敗していたのです。時間のつじつまが合わないこの事件、唯一の手がかりは遺体のポケットから出てきた謎の暗号が書かれたメモでした。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました海外ミステリーファイルのお時間でございます。はい、今回ですね、FBI が世間に助けを求めた未解決事件、はい、リッキー・マコーミック事件をお届けしようと思っているんですけれども、はい、ちょっと簡単な事件の概要から説明します。はい、1999年の6月30日、アメリカ中西部ミズーリ州のウエストオールトン近郊にあるトウモロコシ畑で男の遺体が発見されたと。で遺体は指紋鑑定でリッキー・マコーミック41歳男性だと判明した。だけど腐敗が進んでいたので死因は特定が難しくて不明とされてしまった。
で、リッキーのポケットからはですね、アルファベットと数字らしき文字が暗号のように羅列された謎の2枚の手書きメモが出てきたと。で、捜査側は殺人事件に巻き込まれたんじゃないかって暗号解読進めたんですが、FBI や専門家でさえも全く歯が立たず解読が難航したと。で、現在に至るまで解読ができてないゾディアック事件に並ぶ暗号関連の未解決事件とされているようですね。これね、 FBI ってさ、はい、結局もうありとあらゆるところから情報を得てるわけで、うん、FBI でも解読できないってなってくると、まあ、無理ですよね。誰だったらできるの？だからどんな暗号なのかっていうのはすごい気になりますよね、うん。で、この謎の2枚の手書きメモ、今でも世界中でさまざまな憶測を読んでいると、はい、ということで今回の事件のポイントは暗号の謎。皆さんも暗号の解読に挑戦してみてください。ではまずこの遺体で発見されたリッキーという男なんですけど、少し変わった男だったようなんですね。リッキーの生い立ち。1958年6月14日に生まれたリッキー・マコミックは幼い頃から少し周りとは違った少年でした。学校では休み時間になると他の子供たちとは遊ばず一人で過ごしていることが多く、彼に何か問題があるのではないかという電話を学校側から受けることもありました。そんなリッキーを母親は知的障害なのではと考えていました。というのもリッキーは読み書きもほとんどできず、アルファベットはかろうじて書けたものの自分の名前を書くことすら困難なレベル。さらにリッキーは頻繁にホラ話をでっち上げる傾向にあったようで、リッキーと仲の良かったいとこはよく別世界にいるかのように話した。統合失調症か双極性障害を患っていたのではないかと後に語っています。また母親以上に親しかった叔母のグロリアはある時、心配したリッキーを精神科へと連れて行きました。すると診断後、リッキーの心にはレンガの壁がある、そしてリッキーはその壁を破ることを拒否していると精神科医は話したといいます。まあ、要はですね、リッキーは心の壁を閉じたままにしているっていったような意味だそうですね。なるほどね。学校通ったりして、でその後読み書きとか名前も書けないみたいなことって、多分、もう何かしらの障害抱えてますよね、多分ね。まあ、そうですよね、でリッキーこの時ですね、精神疾患の正式な治療を受けたかどうかは分からなかったんですが、そして10代になったリッキーなんですけど、10代のリッキーはですね、ヒッチハイクをしたりバスに乗ったりすることが、好きだったと、また路上で麻薬を売ったり喧嘩をしたりするチンピラとはあんまり関わらないようにしていたというところだそうです。その後リッキー高校に進学したんですが、ほどなくして中退してしまうと、そして夜勤の仕事を転々とする生活を始めるんですが、ある事件を起こしてしまいます。高校を中退した後、リッキーは夜勤の仕事を転々とする生活を始めますが、それほど多く出勤していたわけでもなく、給料は決して多くありませんでした。しかしながらリッキーは慢性的な心臓病や肺を病んでいたため、障害者手当を得ることができ、なんとか生計を立てることができていました。そして1992年、34歳となったリッキーはある犯罪を犯してしまいます。なんとリッキーは14歳未満の少女との間に2人の子供がいたことが発覚。これにより法定合格、つまり性的同意年齢未満の子供に対する性行為の容疑で逮捕されてしまったのです。国選弁護人は彼が精神疾患または精神欠陥を抱えていると訴えましたが、裁判所は彼が裁判を受けるには適していると判断。その結果、リッキーは有罪を認め、13ヶ月間服役する運びとなったのでした。でですね、これ一説によると、その少女とは11歳の時から性的な関係を持っていたと。でまたリッキー一度も結婚はしていないんですけど、この2人の子供を含めてですね、合計4人の子供がいたということだそうですね。やっぱりちょっと危ない感じがしますよね、なんかね、話聞いてると。そうですよね。でその後です、1993年に彼は釈放、再び町に戻ってきます、そしてガソリンスタンドで働き出すんですけど、そこがまた最悪な環境だったんです、悪の巣窟。1993年9月1日、釈放されたリッキーは町にあるいわくつきの環境のガソリンスタンドで仕事を始めました。このガソリンスタンドのオーナーはパレスチナ移民のファワズ・エム・ハムダンという人物でしたが、ハムダンは後の1994年5月に隣人を肉切り包丁で殺害、その後ミズーリ州の強制施設で死亡しています。
殺人を犯したオーナーのポストに座ったのは同じくパレスチナ移民のジュマ・ハムダラという人物でした。そして弟のバハもここで働き始めます。兄弟にもかかわらず仲が悪かった2人はお互いに打ち合ったこともあるような関係で、特に弟のバハは手に負えないほど凶暴だったらしく、1997年には車内から隣に停車している男に発砲して逮捕されるほど。翌1998年にはある食料品店で別の兄弟と口論の末に発砲し再び逮捕。いずれも被害者は命に別状はなかったものの、バハを恐れてか証言を拒んだ結果、バハは有罪になることなく無罪放免。釈放直後、バハは懲りなく別の男をハンマーで殴り、3度目の逮捕となりました。この時は裁判の2週間前に被害者が何者かに射殺され、証言を行うことができなくなったため、バハはまたしても無罪となっていたのでした。よくないですね。なんかね、やばいところで働き出したんで、なんか事件の匂いがプンプンしますよ。そうですね。うん、でリッキー、このような場所で働いていたこの時期ですね、うん、実はその詳しい生活内容がほとんど分かっていないと、うん、で分かっているのはリッキーがハムダラ兄弟の下で働いている期間中に少なくとも2回フロリダ州へ旅行しているっていうことだけが分かっているそうです、うん、で当時リッキーの恋人だったサンドラは後に警察に対してこう証言しております。ここからが恋人サンドラの証言ですね。リッキーはバハのためにマリファナもしくは麻薬を密輸していると語っておりまして、まあ、リッキーはマリファナや麻薬の運び屋として報酬を得ていたと。で何度か別の機会にハムダラ兄弟のアパートに荷物を運んでいたと。さらにフロリダ旅行についての話を聞いても彼はあまり話したがらなかったそうだそうね。まあ運び屋ですよね。そうですね。その仕事に手を染めていたと。そして1999年の6月15日です。これは遺体発見の約2週間前、リッキーはフロリダ州オーランドへ3度目の旅行をしております。うん、で、電話記録によるとね、オーランドにいた2日間、サンドラとの短い電話を複数回行っていたほか、働き先のガソリンスタンドに対しても少なくとも1回は電話をかけていたそうなんです。うん、でリッキーが帰ってきた時の様子をサンドラは後にこう警察に話しております、うん、彼は何かに怯えているようで何かに見つかることを恐れていたかのように不安定な行動をとっていたと、うん、そうですね、うんうん、なんか普通の旅行だったらですよ、はい、なんかこう仕事先に電話する必要なくないですか。ないですね。極力プライベートで旅行行ってる時って、うん、緊急の連絡以外はこう見てね、うん、そうね、なんか仕事場やったら、はい、まあ、今はプライベートですんでってなりますよね。でね、はい、俺思ったのが、はい、運び屋の仕事で失敗したんじゃないかなって。ああ、なるほど、うん、これはやべっつってやらかしてしまったな、うん、なんかそんな気もしますよね。そして旅行から戻ってきた数日後です、うん、彼は失踪して、そして無残な遺体となって発見されてしまいます、うん、失踪と発見。リッキーが遺体となって発見される8日前の6月22日、彼は胸の痛みと息切れを訴え病院を受診。慢性的な心臓と肺の問題を抱えていたリッキーにとって珍しいことではありませんでしたが、様子を見るために2日間の入院をしています。しかし退院した次の日の25日、リッキーはまた別の病院に駆け込んでいます。ここでは喘息の発作を起こしていると診断されましたが、入院することはなく診察のみで終わっています。26日、リッキーは恋人であるサンドラと電話をしていますが、サンドラにとってこれが彼との最後の電話になってしまうのでした。リッキーが最後に目撃されたのは27日、仕事先のガソリンスタンドから出てきた姿を従業員が見かけています。そしてそれを最後に彼は突如として姿を消してしまったのでした。それから3日後の1999年6月30日、ミズーリ州セントチャールズ郡にあるトウモロコシ畑でうつ伏せに横たわっている遺体が発見されました。肉眼では身元を確認できないほどその遺体は腐敗しており、指紋鑑定の結果遺体はリッキーのものと特定。死因については腐敗があまりにひどいため遺体を解剖して検証するのは非常に困難を極めました。加えて遺体付近からはこれといった証拠も見つかりませんでした。それでも検視官らはリッキーの腐敗状況からして最後の目撃からわずか数時間後に死亡したと確信しましたが、結局死因については不明としたのでした。なんかね、うん、2件目もこう駆け込んでるみたいな状況じゃないですか、はい、そうですね、なんかこう病院だったら
襲われても見られてるから大丈夫みたいなことをなんか考えちゃうんです僕。だからなんかから逃げてね病院にこう駆け込んでたっていう感じがするのと、あともうこれはもう他殺で間違いないですよね。そうですよね、濃厚な雰囲気ですよね。で明らかに他殺だと思える点がいくつもあります、不可解な点その1です。まずどうやってここまで来たのかというところですね、リッキーは運転免許を持っていないために車を運転することができなかった、にもかかわらず彼の家から約 32km も離れている場所で彼は発見されたと、さらに遺体発見現場の近くには公共交通機関の路線はないんです、リッキーが何らかの交通機関のチケットを購入した形跡もなかったそうですね。が、まあ、あの殺されて運ばれてますよね多分ね、そういうことですよね多分これはね。そうそう、でなんかこの感じだと持病で亡くなったみたいな、急死したっていうこともないじゃない、はい、ないね、場所がおかしいもんね。そうそうそう、で当然警察も彼が殺された後にトウモロコシ畑に遺体を遺棄された可能性というのを当然のように考えました、で不可解な点その2でございます、腐敗の進行状況というところですね、いくら気温が高くなってきた6月下旬とはいえ死後3日で、まあ、目視で確認できないほど遺体の腐敗が進んでいるのは不自然であると、そのために彼がどこか違う場所で殺されて何らかの方法で腐敗を進ませてトウモロコシ畑に捨てられたと考えられました、なんか証拠隠滅的なさ、なんかこう捜査を攪乱させるために、なんかこうわざと腐らせたみたいな、消すためにとか、なんかそんな気がするな。でさらにこの発見されたトウモロコシ畑はですね、ミシシッピー川とミズーリ川の間にある荒れ果てた場所でありまして、以前にも身元不明の銃殺死体などが発見されていると、で長年にわたってね犯罪のゴミ捨て場となっている場所だったようですね、あのスタンドのさ極悪な兄弟おったでしょ。おりましたね、なんかあいつだって知ってる気がしますよね。完全のゴミ捨て場と呼ばれてる場合は絶対に知ってるでしょうね、そして3つ目です。これが今回の事件で最大の謎とされているメモが発見されたことですね、謎の2枚の手書きメモです、リッキーのポケットからアルファベットと数字らしき文字が暗号のようにごちゃ混ぜに羅列された謎の2枚の手書きメモが発見されていると、で事情聴取や調査の過程でですね、彼の麻薬の運び屋の噂であったり法廷豪華の前科を知るにつれて警察はますます殺人事件の可能性を強く感じていきました、そしてこのメモに誰がなぜリッキーを殺したのかという手がかりが書かれているんじゃないかと考えます、そして容疑者の捜査と並行して暗号の解読を開始します。暗号の解読。発見された謎の2枚の手書きメモはすぐに FBI の暗号解析部門 CRRU に送られました。 CRRU とは古くはナチスの暗号解読も担当していた国家機関で、これまで多くの事件の解決に導き犯罪を予防してきました。しかし CRRU でもこの暗号の解読は難航を極めます。当時最先端のソフトウェアを備えたコンピューターを使用しながらもどうやってもこの暗号を解読することができなかったのでした。アメリカ暗号協会の協力も得ましたが徒労に終わってしまいます。その後10年以上かけても解読が不可能だったため2011年3月、ついに世間に暗号を公表、民間に解読の手助けを呼びかけ手がかりや情報提供を求めたのでした。実際2020年には有名な未解読の暗号が残る未解決事件ゾディアック事件の一部の暗号が民間人によって解読されたように、民間の暗号解読能力は目を見張るものがあります。しかし公表以後、自動車の車両識別番号、病院の用語など多くの推測などが民間から寄せられたものの、結局この暗号の解決の糸口さえもつかめなかったのでした、ということでこの未だ解読されていない2枚のメモちょっと見ていただきましょう。こちらですね、はあ、なんかさ、大文字の部分を入れ替えてとかさ、なんかよくあるじゃない、その、はい、ありますね、解読するための技法みたいなのって、アナグラムみたいなね、なんか文字入れ替えとか何か足したりとか、あと紙を半分にしてみるとかさ、はいはいはい、縦読みとかね、あとなんかね、でもそんなもん全部やってるからもうね、暗号解析のもうロープロがね、本当にやって何もわかんないっていうとこだそうですね。あ、カッコが使われてる
ところが結構多いのか、1枚目 P1 ってなってるところとかね、あともう分かんないですね、何の単語かね、分からないです、うん、全く分からないですね。でもなんかちょっと思ったのが、はい、一番文末、うん、文末が E で終わってること多くないですか。確かにね多いね。ね、なんのか意味あんのかね、それもね。はい、まあ、それぐらいしか分かんないですね。ていうかそもそもメモはリッキー本人が書いたかどうかですよ。そうだね、入ってたわけだから、うん、そうそう、それだけだからね、うん、で確かに別の誰かがメモを書いてリッキーはそのメモを別の誰かに渡すことだけが仕事だったって考える人もいます、うん、で桃の人ほど極秘のメッセージを伝えるのに適した人はいないと考えられたと、うんうん、まあこれ桃だったらね、暗号を解読される恐れがないということでもあるということですね。また単なるデタラメな文字列に過ぎないんじゃないかっていう声も多く寄せられているんですが、ああ、そうなんですね。はい、それについて CRRU の長官は次のようにそれを否定しております、うん、CRRU の長官ダン・オルソンさんという方の見解です、うん、これら2つのメモが暗号化されていることを確信していますと、うん、私はリッキーがメモを書いたと信じています、うん、メモは誰かに当てて書かれたものよりも自分自身に当てて書かれたものに近い形式で書かれていると述べているそうです。でまたオルソンメモを次のように解読しております、うんうんうん、2枚目のメモにはいくつかのセグメント、これまとまりですね、の周りに書かれた円、丸のようなものが書かれているんですけど、これはタスクが完了すると項目にマークがつけられる、ある種のトゥードゥリスト、まあ、やることリストに違いないんじゃないかとオルソンは語っていると、うんうんうん、でまた民間のコンピュータープログラマーのニック・ペリングによると、これは暗号でも何でもない単なるメモであるという見解を示していると、うん、でペリングはメモのある部分を見てみると SEWLDNCBEXL など頻繁に出てくることを指摘しております、うん、で同じ綴りが頻繁に出てくることは何らかの意味があることは予想できるんですけど、確実なことは分からないと。でつまりペリングが言うにはですね、彼は文も、つまり一般的な文字の使い方を知らないがゆえに自分自身にしか読み解けない全く独自の単語と文法を作って構成したメモなんじゃないかと、うん、まあそうだとしたら一般の人が分かるはずがないし、暗号解読の理論で読み解こうとしても無駄なだけだと、うん、なぜなら結局のところ暗号解読は一般的な文法を想定したものなのだからというところだそうですね。なるほどね。だからまあ、字が書けない字が読めないっていうね、人に渡すための、はい、ものだとしてこうメモね、うん、適しているみたいなところはすげえわかるし、あと可能性としてよ、うん、これすげえ頭いい人誰か解読できるのかね。どうなんだろうね。ね、なんかその、ね、逆に凝り固まったものがない場合の方があれみたいな可能性もあるから、うんね、素直な頭だと意外とっていうところも期待しちゃうよね、なんかね。でも結果ですよ、はい、これ暗号どうでもよくて犯人極悪兄弟のどっちかだと思うんですけど、うん、そうですよね、うん、そう思います、はい、だと思うんだけども捜査が行き詰まってしまうんです、はい、逮捕者ゼロ。リッキーの遺体が発見された後、警察はすぐにハムダラ兄弟を容疑者として捜査を開始。他にもリッキーと同じ集合住宅に住んでいた麻薬売人のグレゴリー・ラマーノックスという男も容疑者として名前が挙がっていました。なぜならグレゴリーは少なくとも2件の雇われ殺人計画を含むいくつかの殺人事件の容疑者でもあったからです。また、殺害の犯人はグレゴリーであるという情報提供もあったといいます。さらに警察はグレゴリーとハムダラ兄弟を共同殺人の可能性も考えていました。つまり彼らが協力して犯罪を実行している過程でリッキーを利用しており、何らかの理由で殺されたのではないかと考えたのです。しかし結局2人は逮捕されることはありませんでした。グレゴリーとハムダラ兄弟への容疑は消えてはいませんでしたが、警察は証拠を立証できず、どちらが殺したのかということも証明することができなかったのです。で後にですね、うん、まあ、グレゴリーもバハ・ハムダラも別件で刑務所送りにはなっているんですけど、うん、結局誰によってそして何のためにリッキーが殺されたのか、うん、未だに真相そして暗号も不明のままですね。でもこういう亡くなり方してるとね、もう何にも分からないじゃないですか、うん、分かってないじゃないですか、うん、だから家族かわいそうですよね。そうですよね、うん、でちなみにですね、家族は一貫してリッキーに暗号が書けるはずがないという主張をしています。なるほど。
ご家族の主張です、うん、2011年にメモの存在が公表された時に家族は初めてメモの存在を知ったと、うん、で家族は当初からねリッキーは幼い頃から文章ではない落書きのようなものを書いていたと、警察に証言していたにもかかわらずその落書きをあたかも暗号のように解釈して警察は世間に公表していたと、うん、つまり警察はですねリッキーは幼い頃から暗号作りの習慣がありこのメモもリッキーが作成した重要な存在という理論を警察は展開していたと、うん、家族はね別にそんなこと言ったつもりはないために警察への不安募らせたということだそうです。じゃああれなんですかね暗号にこだわってなかったらすぐにね、うん、あの解決できたんじゃないかと、うん、犯人逮捕できたんじゃないかなとそう考えたら、ね、犯人がこう忍ばせたことによってまんまと撹乱できてるから、うん、捜査をね成功してるんですよ、ね、確かにね。でご家族はですね、まあ、リッキーはハムダラ兄弟らとの関わりを持ったせいで殺されたと考えている、うん、で麻薬売人として何らかの理由であのメモを使ったに過ぎないとして、うん、暗号作成能力とリッキーのつながりっていうのは否定していると、うん、でリッキーと打ち解けていたおばのグロリアはですね振り返って考えてみるとリッキーの死ぬ直前の度重なる病院の訪問は怯える必要なく安全に過ごすことができる避難所を探すためだったのじゃないかとつまり命の危険が迫るような事態に巻き込まれてしまったんだということだそうです。で、暗号だとしてもただのメモだとしてもこの2枚のメモの意味が解読されれば事件の真相に近づくことができるかもしれませんね、うん、で、そのために今でもこのメモの解読は続いているそうですね。なるほどね。まあでも本当に僕は先ほど言ったように、うん、単純に攪乱するためのものなんじゃないかなっていう、うん、そうですね。僕もどっちかというとそっちかなって思いますね。なんか、うん、もっとヒントというかなんかね、ありそうな気もするもんね。それかなんか先ほどね、まあ、ノブさんもちょっと言いましたけどなんかこのメモ自体がね、うん、なんかいわゆる誰かが読み解けるもんじゃなくて、うん、本人のみのさ、うん、ルールに従って書いた文とかってあるじゃないですか、うん、だからなんか多分それっぽい気がするのね。だからそうなってみると本当に解読することっていうのは不可能なのかなみたいな風にもと思っちゃいますね。こんな感じのメモを書けたのかなっていう部分もあるんですよ。字書けない人だから、そうだよね。そうそうそう、まあ謎が多い事件でしたね。そうですよね、うん、ということで、これね暗号についての皆さんの考察、はい、コメント欄に書いてもらうととても嬉しいです、はい。ということで今回 FBI が世間に助けを求めた事件リッキー・マコーミック事件をお届けしました。以上海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。